さん、三つ編みして。え、今もう寝る前よ。三つ編みしてそのまま寝ると朝起きた時にふわふわになってるんだって。なんちゃってパーマでし。お母さんの学生の頃はそれを貧乏パーマと呼んでいました。失敗するかもしれないけどいいの？ダメならダメで、それも一つの体験として受け入れるでし。どこからそういう言葉覚えてくるのよ。いいわ、じゃあやってあげる。ありがとう。朝起きる時の楽しみが増えたでし。お話の録音を聞くのとパーマの仕上がりね。じゃあ寝ましょうか。はい。花子、こんなお話はどう？縁結びの木。数年前、私は学習塾の講師をしていた。地元ではそこそこ有名な塾で、通っている生徒さんも多かったけど、不景気の波には逆らえず、年々経営が悪化していったみたい。そんな時期、経営陣がこう言い出した。赤字だな。イベントでもやって集客しようかな。そこで考えたのが、塾生を対象とした夏休みの合宿。今では夏休みの合宿は珍しくないけど、私が勤務してた当時は合宿をする塾はまだ少なかった。参加料が高額になるし、塾側としてはかなり勇気のいる決断だったみたい。だけど予想外に反響が良くて、想定した人数をはるかに上回る参加者が集まった。この合宿を絶対に成功させような。経営陣も大喜びで気合が入る。そして合宿の日がやってきた。場所は遠目だけど静かで、勉強の妨げになるような繁華街も少ないとある県のホテル。夏は観光客も少ないし、自然が多いから勉強には理想的な場所だね。合宿は9泊10日。朝6時に起床し、付近の高原を散歩してから朝食をとり勉強というスケジュール。あれは到着した日の夕食前のことだった。3人で今から散歩コースの下見に行きましょう。子供たちの気持ちが少しでも盛り上がるよう、毎朝散歩コースを少しずつ違うものにしていたんだけど、3日目のコースを見ていた時のことだ。あれ見て、すごい木。道の途中、すごく不思議な形の大きな木があった。まるで三つ編みのように3本の枝が絡み合っている巨木。その真下に古い立て札のようなものがある。文字がかすれてて読めないですね。そうだ、これを縁結びの木にってことにしよう。女子に人気出そうじゃない？確かに。とりあえずこの札は抜いて隠しておこう。そう言って木のそばに刺さっていた立て札を抜いた。そうね、辛気臭いから隠しちゃいましょう。久美子先生も一緒になって抜いた札を近くの茂みに隠していた。そして合宿3日目の朝の散歩中。皆さん、ここは縁結びの木です。この土地に古くから伝わる場所です。キュー、縁結びだって。予想通り女子の評判は上々。でもその後、高原を散歩している最中だった。うわー、悲鳴とともに前を歩いていた俊介先生が突然消えた。え、何があったの？みんな混乱しながら辺りを探してみると、地面と地面の間に亀裂があって、まるで落とし穴のようになっていた。そしてその中に俊介先生がいた。先生、大丈夫ですか？先生。でも返事が返ってくることはなかった。突然のことで受け身が取れなかったのか、首と足がありえない方向に曲がった状態で亡くなっていた。キャー、行っちゃダメ。パニックになり泣き叫ぶ子供たちを落ち着かせながらホテルに戻り、合宿は中止の判断が出されたけど、警察やら何やらで全員バタバタ。帰るわけにもいかず、その晩はみんなホテルで一晩過ごすことになった。そしてその日の夜中、
眠れない。起きているとドアをノックされた。こんな夜中に誰だろう。先生、先生。どうしたの、ひなちゃん。あの、私の部屋の上から変な音がするんです。怖くて眠れません。わかった、見に行くわ。ひなちゃんの部屋の上の階に向かうため階段を登っている最中、つるつる、まるで何かを引きずるような変な音が聞こえた。この音です。つるつる、その音は移動しているようで、近くから徐々に遠ざかり、廊下の奥から聞こえるようだった。2階の廊下に出て、辺りを見回す。その廊下で見たもの、人間の両足を持って引きずる、不気味な女の姿だった。長い黒髪、着物姿、異様に手足が細い女。しかも引きずられる前ともがいているのは真っ青な顔をした。久美子先生。恐怖のあまり声が出ないのか、悲鳴すら上げない久美子先生。床のカーペットにガリガリ爪を立て、必死に抵抗しているように見えた。久美子先生。すると女がゆっくりとこちらを振り向いた。女の顔はどんな顔だったかなんて説明できない。顔の穴のすべてから大きな蛇が這い出していたから。もう気絶しそうだったけど、先にひなちゃんが倒れてしまった。ひなちゃん、久美子先生を助けないといけない。その手を離して。すると女は先生を引きずったままこっちに向かってきた。え、来るの。思わず廊下に飾ってあった花や置物を手当たり次第に投げつけた。でも女に当たることなくすり抜けてしまう。女はとうとう私の目の前に来て、久美子先生を離すと両手を私に伸ばしてきた。女の細い手が私の首をつかみ、恐ろしいほどの力で締め上げてくれ。苦しい。首の骨が折れてしまいそう。そこで私の意識がなくなった。先生、先生、先生、よかった。ひなちゃん、私どうしたんだっけ。頭が回らない。場所はまだ廊下だった。私が投げた花や置物が床に散らかったままだ。ひなちゃん、久美子先生は。わかんない。ひなもさっき起きたばかりで、先生はもういなかった。今、4時か。他の先生たちに言わなきゃ。そしてホテル中を探したけど、どこにも久美子先生の姿はない。まさか一人で帰ったとか。そんなはずない。あの女に連れ去られたんだ。その時ふと思いついた。そういえば、俊介先生はあの立て札を引き抜いた後亡くなった。久美子先生も一緒になって、あの札を茂みに隠していた。もしかしたら。先生、あそこに行ってみましょう。どこ？縁結びの木です。先生たちと一緒に木の元へ走る。すると、てっぺんの枝からぶら下がってゆらゆらと風に揺れている久美子先生の姿があった。久美子先生！そして地面には、引き抜いたはずのあの立て札がしっかりと刺さっていた。なんてこった、嘘だろ。地元の警察の人たちはしきりに頭をひねっていた。どうやってあそこまで登ったんだろう。あたりにははしごはおろか、踏み台になるようなものは何もなかった。きっとあの女にやられたんだ。いろいろ不明な部分はあるものの、この件は事故として処理された。釈然としないまま全員帰ることになったけど、迎えのバスが来るまでの間、私はあの木のことをホテルの支配人さんに聞いてみた。
とても昔のことですが、この辺りの地域は夏場はひどい大雨に悩まされていたんです。ある年、あまりにもひどい大雨で川が氾濫して、たくさん人が亡くなったんです。それで村の長老が雨の神を鎮めるために村から誰かを選んで川に沈めることにしたんだそうです。人柱ですか？ですかね。それで身寄りのない女性が選ばれたけど、その女性は密かに村から逃げ出そうとしたらしくて、それを見つかってしまって長老の屋敷の蔵に監禁されたそうです。結局女性は蔵にあった縄で首を吊ったそうなんですけど、長老が発見した時には女性の遺体はかなり凄惨なことになっていたそうです。凄惨ですか？ええ、蛇が食い荒らしてたとか。私が見たのはその人なんだ。その蔵があったと言われているのがあの木の場所の近くだったと思います。だんだん蛇のように絡み合い育つ木を見て、女性の怨念が現れたんだと地元の人々は恐れていたと言います。そして巧妙なお坊さんを招き供養してもらい、お坊さんが書いた経文を書き写した立て札を立てて沈めた。すぐに木の供養が行われ、それには塾の関係者も参加した。以降、私たちの周辺では身の毛のよだつような出来事は起こっていない。あの時立て札を抜かずにいればと未だに後悔している。でも私たちが久美子先生を発見した時にはなぜかすでに立て札は刺さっていた。なぜなのか私も詳しいことはわからない。あの鬱蒼とした茂みの中から誰かが偶然見つけて元に戻したという可能性は低いと思うんだけどね。はい、おしまい。立て札の字をきちんとしておくべきですね。字が見えないくらい消えているなら経文の効果も薄くなっているのではないでしょうか。危険なところならばちゃんと表示してほしいところです。おやすみ花子、皆さんも良い悪夢を。ちなみに寝ている間にヘアゴムが外れ、花子のパーマは失敗でした。くーん。